本日はサレジオ高専に来ております。このいろんなロボット、前以前のやつのロボットから新しいロボットまでありまして、このそこが一緒になります。これは先ほど撮影しました2連、このレンマですかね、そういう形の分で組セットで動き回るロボットです。こちらは箱じゃなくて、小川さん何だったんですか？ダンボール箱を積み上げるというゲームに使ったものです。今日は動かされておりませんので、ちょっと見ただけでは分かりませんね。なんか、外観上なんかこう、帽子をかぶった、ラテン系の感じがするロボットに見えますが、実際上動いたときは、そういうものじゃなかったイメージがつけます。こちらの方は、今年製作されたロボットということで、この最初、四つ足走行で動いて、途中でこの障害物があったところを、あとは二本足で歩くという形態にするロボットです。それぞれこのゲームで競争をしてますので、この投擲する時の形のタイプが異なります。それぞれロボットありますが、動いておりませんので、なかなかイメージが、録画しているものだけしかイメージが出てこないと思います。こういったものがあるということでご案内をしたいと思います。大きさの標準はこれを持ちますので、大きさはこういうイメージで見てください。大体この距離で押してこれぐらいの感じです。これがこちらに立ちます。サルジオ光線から伝えてもらいました。サルジオ光線の電化のプロジェクト活用でした。終わります。